新たな舞台への一歩飛べアーティストが送るナンバー I コンサート。東京ドームでの初コンサートが2024年3月に開催されることが元ジャニーズ事務所副社長であり、現在は飛べを率いる滝沢秀明氏41の代表発表によって明らかになりました。 今年3月に設立された戸部は、旧ジャニーズ事務所を離れた実力派アーティストたちが次々と介入しており、その中には元キングプリンスへの平野市要26、神宮寺勇太26、岸優太28によるユニットナンバー I や、元 V6 の三宅健44、元キスマイフト2の北山博光38、 そして7人組グループ、イムップ、大統率寿、19などが名を連ねています。この待望のコンサートについて、詳細な情報は後日発表される予定です。戸部の台頭とアーティストたちの新たな挑戦。戸部は滝沢秀明氏が牽引する新興エンターテインメント企業であり、その目標は多様性と才能の輝かしい結集です。 今年3月の設立以来、戸辺はそのビジョンを具現化するために、業界内外から注目を集めています。滝沢氏の手腕と経験がもたらす独自のエネルギーは、多くの実力派アーティストたちにとって新たな挑戦の舞台となっています。ナンバーアイ、トリプルスレッドの誕生。 トレに所属する3人組ユニット、ナンバーアイは、平野ノシ神宮寺勇太、ウジ太の3人によって結成されました。もともとキングプリンスとして活躍していた平野ノシは、そのキャリアを新たな方向に広げ、新しいユニットでの活動をスタートさせました。 これによって、それぞれの才能や個性が交錯し、新たな音楽の可能性が広がることが期待されています。トベの多彩なアーキスト人。トベは、そのメンバーが持つ多様な才能と経歴によって、幅広い音楽ジャンルやエンターテインメント形態を提供しています。 元 V6 の三宅健やキスマイフト2の北山博光、そして7人組グループ、イムップなど、各アーティストはそれぞれ異なるバックグラウンドを持ちながら、トべの舞台で新たな可能性に挑戦しています。未知の旅へ、コンサートの予告。トべアーティストたちによる初の東京ドームコンサート、ナンバーアイ、が2024年3月に開催されることが発表されました。 しかし、まだ日付や開演時間などの賞賛情報は後日発表予定です。これはファンたちにとってさらなる期待と興奮を借り立てるものとなっています。飛べのアーティストたちによる初の東京ドームコンサートは新たな音楽の旅への一歩として期待されています。多様性と才能の融合が生むエネルギーはこれからのエンターテインメントシーンに新たな息吹をもたらすことでしょう。 ファンたちは、未知の旅に胸を膨らませ、飛べのアーティストたちと共に感動の瞬間を迎えることができるでしょう。詳細情報が待たれる中、飛べの舞台に期待が高まるばかりです。